ロッククライミングフィッツロイヤーまで登山、アルゼンチンロッククライミングもしくは岩登りは、岩壁をよじ登ること。岩壁登攀とも言う。登山の一部もんだが、一般的な山登りとは、区別されている。目的により、困難な山へ登ることを目的とした、アルパインクライミングと、順然とよじ登ることを楽しむフリークライミングの2種類に、分けられると一般には考えられている。 しかしフリークライミングは手段の限定での分類なので、タイになる言葉はエイドクライミングである。岩登りの練習場にされる発行の元柱1924年にヨーロッパ帰りの藤木93らによって神戸市で結成されたロッククライミングクラブは岩山である六甲山を活動の場として日本の登山会に初めてロッククライミングを紹介する役割を果たした。 1958年にスーパーアルピニズムを標榜した奥山明を中心に吉野光彦や吉尾広ら各地の社会人、山岳界で活躍する同人を結集して設立されたのが第二次 RCC である。ロッククライミングが盛んに行われている場所の中で特に有名な場所を10カ所挙げるとするなら、例えば下記のようになる。昔は主な情報源は雑誌だったが、 1990年代後半や2000年代頃からウェブサイト上にも様々な情報が掲載されるようになった。英語で検索すれば世界のルートの情報が比較的容易に手に入るようになった。また YouTube も普及しロッククライミング関連の有益な映像が多数公開されるようになってきている。クライマーやカメラマン役の人が体に装着できる GoPro などの 小型軽量のアクションカメラも普及し、しかも4低画質など高画質化してきているので、クライマーの指1本1本の動きや目線の動きまで確認することができ、ルートの細部の質感を見たり、周囲の風景の美しさも鑑賞できる水準の映像である。ありがとうございます。